ラジオスラッです。今日はこちらエリポンジャイアントやっていきます。さあこちら玄関今日一番流行ってるデッキですね。はい、ジャイのダクネエリポンですね。で進化ザップボンバーと、言ったところで、なんかもう早めすぎててこれに勝つデッキがね、わかんないです。正直難しい。まあそれこそちょっとまあ相性悪いかなぐらいのペッカとかも、まあ、いますけど、全然ね勝てることもよくあります。そう、本当にね絶対勝てないっていうデッキは存在しないんすよね、強すぎるがゆえに。そうなのでもうおすすめです。今使うならおとなしくリポンジャイ使っとけばなんとかなるよねっていう。ほらジャイアントさんへって呼ばれてますもう強すぎるんだね。さあで、まあ、スタさんはゴレだったかな、ゴレです。でまあこれねフェニーまで行きてえがライドラが来ちゃうね。おお、コウモリなんか珍しい気もするけど、ヤナアメとか打ってあのエリポン削ってます実は。うん、エリポン削ってるだけっすね。でもこっちから芝居ってもいい。でエリポン食う、でもねエリポンゲーなんですよね相手も。だけどさあでザップで削る。いやーこれねワンチャンいってもいいが、リトプリからだったっすね正解は。まあ、ライダー来る。これね進化ザップで守れるかなっていう思いではあったんですけど、全然微妙にはなっちゃったかも。エリポンもう一回置いちゃおうかな。でこれ本気で左側も降りに行った方がいいですね。多分守れない。最悪。うん。なので一本これで折り合って行った方が強い気がした。え、多分ねこれが正しいんですよね。熱いどうもジャイアントくんです。はい、いややばいんですよね。いやまあエリポンが正しいね。さあ世界40位意外とね無双してます。エリポンいて、まあ、ジャイダクの風に組めば強いです。はい、まあ、ゴーレムねライドラがやっぱ処理できないんで僕は、まあ、フェニックス当てれればいいんですけど、当ててもトルネで延命とかされちゃうんで、まあ、今みたいに結構逆最対これぐらいかな。でもあんな逆いくのは、はい、逆ゴリゴリいってからのまあ後から防衛か無視とかがちょうどいいかもしれないですね。ライドラとかもね、え、てか取るとこ開いた。開いて、ね、3324や。欲しい、大トロ。この人ドリルです。ゴブリンドリル。あ、で、ライドラとかもね、なんか突破できない。できない。そう、できないっちゃできないんですけど、意外とダクネフェニー、リトプリみたいな、数の暴力で、なんとかなることもある。いやー、そのリトプリの位置うまいよな。うまいやつって。いやーこれがねうまいんだよな。もう来そう。これでもテスラ採点でまだポイ防衛あるけど行ってもいい。おお、まあ
ザップを打ってもいいが、いや打たなくていいね。いや進化ボンバー行きたかったけどね、無理しなくてもいいね。うん、この人ね、マジドリル矢の雨っすね。矢の雨の使い方がうまいんだよな。でギリギリでガーディアン投げてくるんだね、ポイズンかな。うん、さあ怖いな、勝ちたいな。で進化をやっぱ回すの結構重要なんで、雑にザップって、まあ形組んで矢の雨打ちたいよね。いやーこのナイト強えな。しかも矢の雨打っちゃったからさ、いやもうちょっと耐える。クーメリトプリね、いやーいい受けすぎるな相手これ。正直警戒をしてエリポン来ます。うーん、いやだね、矢の雨だけ削る2発。いや一発よくないね。いや右はポイズン打たれていいんでケツから出して、まあエリポンか。まあボンバー強いの方が良かったが、いや結構いい。いや防衛うめえな。進化ボンバーをさ躊躇なく防衛で使うよね、うまい人たち。今の打ちたかったな。いや許容しすぎた、変な変にした。いやいやいいよ、いやゆっくりでいい、もう本当にねこんなのでいいんですよ。もう一発、いやでけえ。いやボンバーうめえな。やなめじゃねえのかな。いやーボンバーの位置がうめえな。いややっぱやなめでしたよね。いやーうめえんだよなこいつマジ。うーいやーうますぎる、どういうこと。いやーねこれはね勝てるっちゃ勝てる方のマッチングではあるんですけど、この人に勝てないんですよね。そう昨日配信でも当たってやったんですけど、何なんだろうな。何なんだろうな。ディガーとかがないんでね、まあ、あと一歩詰めづらいってとこあるんですけど、まあ、もうちょっと俺が進化ボンバーで射抜けれてたら、あったかなんか手札に射抜けるけど今手札いないみたいなシーン結構多かったんで、まあそこも把握してユニット出してるかもしんないけど、普通に負けたっすね。うん、うめえんだよな。ハンタークロスかドリルっすね。うん、クロスかもね。アイスイズロケクロス、アイスイズロケだったらダークネクロ本当に無能になっちゃうんで結構難しいな。いやーそうっすね、クロスだ。え、アイズ
いらそれ。これやべ、やべえことしたか。取れねきそう。まあもうこれもねこれもね、これはちょっときついマッチだな。ダクネがね働かないんで、まあ勝ち筋としては結局進化ボンバートレネウッドでしばいてくるかな。あんまだオーサイド嫌っすね。進化ボンバー、進化ザップ嫌な雨ぐらいで、アイスイーズが多分飛ぶかなぐらいか。ディガーないんでね、アイスイーズを絶対突破できないっていう地獄ではある。まあまあまあ、全てのデッキに勝てる可能性があるのがこのデッキなんでね。悩んだな。エリポン期待。ロケまである。おー、そのタゲやば。いや、まだあるよ。いやこれロケ削りあるね。やべえ。集中あります。全然あるよ正直。まだアイスイーズ突破できないけど、テスラもここ一回ぶっ破したいな。アイスイーズをしばけない絶アンドボーではあれやばいな。しかも変に先行しちゃった。いやこれ無理だな0100引いたか。悲しいマッチング。ロケもあります。無理ゲーです。まあこれはこのクロスはもうこのジャイを狩るためだけに存在してるみたいなのがあるんでね、仕方ないか。環境が強すぎるがゆえの、環境デッキがゆえのね、結末です。悲しいいやマジで強すぎる。ボンバーとかもないもんね。いいえな、よくやるな。いやアイスイズがね強いんだよ。いやもうアイスイズ壊れカードや。進化テスラもうあと守るだけだもんな。あーハゲるハゲる。進化ですらのそのスパムみたいな、何あれ変なスパム無限に湧くやん。トレネズ下げられて、いやーハゲんなこれ。これ嘘だねこんな試合つまんない。一番つまんない試合したかもね今までの今までの中で。一生守られてる。マジでさっきのやつのなドリルに本当に勝てない。レミエリ来た。マジアチャーゴブリンドリルっすね多分。久しぶりだねレミタン。こんにちはレミちゃん。レミちゃん
いや、並べたっかな。まあ、マジアチェイネキもある、一応。やりこぶいんだ、今。端前出しても弱いなんで。びっくり。エリポン来ます。いやー取れねえかこれ。違うんだ。普通にエリポン壊したかったんだ。なるほどね。これフェニツイカめっちゃ強いぞ。トルネで緊急してくるかと思いきや。ふふふ、ウッドか。あー、それうまいね。いや、結構いいダメージ入ったな、正直。まあ負け筋がマジックアーチャーだと思うんですけど、次本気で来るか。いや、でも進化ないとはもう一個後のターンなんで来ないな。いや、舐めだけでいい。おい、いや、おいしい。エリポンがエリポンマジで壊れすぎだろ。置いとけえもん。ザップ打って進化回して、ボンバー出して進化回して、やりゴブ、うまっ。マジ。いや、これ絶対抜いてくるね。いやー、来て欲しかったな。それ来ないの渋いな。まあ、もう一旦待つか。トルネウッドで無理やりボンバー処理もあるね。あるよ。マジであるよ。うわ、危ねえ。危ねえ。マジやちか。いや、さすがにエリポンが残るんで相性はいいと思うんですよね。よっしゃ。さあ、一斉さんや。いや、これ負けたらめっちゃ持ってかれんな。え、ここ強い。メズロ。なんで？ペッカのプレイヤーですね、ほんと。珍しい。これ全許容できんな。強。いやー、いいね。いた。あんま、いい防衛はなかったな。ギャング。いや。枯渇ね。枯渇。枯渇はこれ、ヤマアメザップなんで、だいぶ美味しいか。このナイト無視できるっす。だからボンバー。ボンバーが壊れ、こういうこと。
いやこれはねもう帰りポンケルっすね俺。でロケ打ったら打ったで端前ジャイつけて、ああ嫌だななんかそれ。言っても良さそう。でも止まんのかな、止まんないでほしい。あと祈り、いや早くやらむしかったが、いやもうねこのエリポンのアドが強すぎてなんとかなりそう。生まれろパカン、うん、いやしかもエリポンねこれ残ってんでね俺。ラグナ戻るんじゃん。いやもうエリポンですもうエリポンしかね脳内です。エリポンの時は勝てるんでね冷静に。進化テスラは嫌ではある。いやまあ耐えることに価値がある。でも進化テスラねマジ強えな。でこれ完封てか無視できます。で次ギャングプリン竹取っていいよ。いやこれっすね、もうあとは行くだけあとは行くだけ突っ走るだけ。いやダメってタンク系解けないっしょ。テスラが置かれるかもしれないが、うい釣りミスってるっすね。いやもうね枯渇はね0100ですさすがにさすがに相性良すぎるっすね。もうデッキの時点で勝ってるわ。さあハルさん何のプレイヤーだったっけな、なんかゴブリンバレル系だった気がする。でもあー嫌ね、これ早めにしばいてダガーの残しときたいな。よしよし、これ無視できます。いやこれ無視できるのでかいな。エリポンあったら今神でだったっすけどね。あーまあエリポン置くか、置いてから考えるかハンターね、エリポン置いて後から防衛。まあ歩かせればだいぶ歩くな。おだいぶ歩くねあんたたち、えだいぶ歩くくない。まあヤナメザップ打って突破したとってみたいのがあるんだね。許容やべえかマジでね、許容の病にかかってる。エリポンマジ手届かない顔してるっすね。いやボンバ射抜きたくてもまあ来ちゃうんでねこうやってはい、何回もお散歩しようか今日はね。ハンターが結構痛いんだよなハンターって。まあまあまあ、行ってみてもいい。事故ったらラッキー。いや、ラッキーだな。え？マジで、エリポン置いたらさ、だんだん相手が苦しくなっていくねんの。でもうボンバー追加するだけだ。いやボンバーさえあボーンに当たればよかったけど、いや入ってるこれやばい。いやもう強すぎるだろって絶対言ってるもんなおかしいもんな。
いやー、しかも生まれるあれなんで、逆サイケアではあるが、いやー強っエリポンが壊れてるか。さあ気づけば最強の形がね、いやー強すぎるよな。まあでもこのねエリポン今結構重要な環境なんで、エリポンゴレエリポンジャイエリポン壊せないでいっきゃね、結構きついっすよね。さあニーバッチや強そう、よろしく。この人なんだっけな、何のデッキだったか覚えてねえが、進化を回す。待ってくんのか、うっと、なんか出ろ。え、枯渇や、あっつ。枯渇はねえぐいっすよ、相性めっちゃいい。もうこれでリトプリ出してガーディアン出したら勝ちみたいなとこある。あーでもテスラをねちゃんと延命してくるタイプはめっちゃうまい。いやそのねテスラ延命はマジで強いが、もうこれで勝てます。意味わかんないでしょ意味これ一回ザップでなんか時を変えれば、もっと入れ欲しかった。今のでもなんか勝てそうになってるもんな正直ようわからんけど相性がええんだ。よしよしよし、もうきついだろ。もう形組んでやらむちゃえねん何も考えてねえ、何も考えないぐらいがねほんと強い。いやでもそのね進化テスラ強いな、 LSP うまいな。いやこれ、ね、テスラを壊しときたいんでね、ここでちょっかいかけちゃいます早めに。うん、もう絶対ハシマイプリンよ。いやー来ると思ったな、来なかったな。打ってくるんや、なるほど。やべ、2個数ぐらいなんか無駄にした。もう一回置きたいな俺。このザッパ熱いかも、テスラを。でここで置いちゃうここで俺はね置いちゃうんだよ。いやー最強で、ここでまた行っちゃう。でここの柳雨ね。いやーもう進化テスラ強すぎるんだってさっきから。いやでもね流れは絶対いいんだよな。いやーマジでいい。いや相手なーこれすげえよ、よく守ってるわ。テスラの位置がなんか独特なんだよ。お、一発入った、でかい。ザップ削りとかあってる。ロキ打ちたいんじゃないって。いやーテスラの延命うめえな。俺削んなきゃそろそろやばくなってくるんだね。俺一生こんなチマチマしてるけど、でもロキ打ちたいけど打ちにくいと思うんだよな。打った瞬間来た。ボーマ殴んないかそれ。
いやーマジフェニ軍団。いやなんか入ってんな。やばすぎるかこれ。いや止まんないよな。止まるわけがないんだよな。いやそりゃそう。これが環境のチンパンです。いやでもよく守ってんな。やばいよな。まあ、意味わからんことになってるでしょ。どうなってるかわかんねえが、これで勝てるか。いやでけえ。いや普通に相手の防衛うますぎはするが、それ以上にねエリポンが強すぎた。スナイス。さあまた似たような感じのね来たな。まあ、ザップ打ってコウモリ枯渇30指導30指だったらマジですごいけど、いないかな。暇で穴はめ打っちゃって、えってかエリポンさ相手が置けてさこっちが置けないのマジきつすぎるよな。普通に泣きたいよな。いやーしょっぺー、もうエリポン分のね悲しい流れになってんだよ。小物多いな。工場ギャングコウモリジャイサン重視か。あエリポン、エリポンの流れが良くないね。このデッキ先にエリポン置かれたらちょっときついな。ディガーがないんでね。いやフェニーで止まって、うん、まあ痛いが許す。俺もよりエリポンを貸してください。進化なんだこれ。進化工場か。進化工事やだな。お、これはあれかボンバー読みか。いや穴雨強いな。ギャングもあいやいい受けされちゃったっすね。エリポンが、エリポン大戦争かこれ。いやじゃあお互いエリクサーポンプ一歩置きまくって相手ディガーがあんのか。マジエリポン柳雨あったな。コウモリいやーマジ一生エリポン戦争か。ちょっと流れがよろしくはないが、これねエリポン壊されてるのがやっぱきついよね。えでもこれ普通にきつくない。結構ありそう。来たザップって、うわいジャイ強っ。いやもうエリポン高い思い出もどうのこうのみたいな。エリポン強すぎやって。というわけでエリポンジャイね、もう最強です。はい、もうそれ以外言うことないですね。まあなんかアイリスとかね、ファルチェ系はちょっとめんどいっちゃめんどいんですけど、まあ、あの、気合で。本当に強いので皆さん、ジャイエリポンやってみてください。では、お疲れ様でした。またね。